爆発祭りだ。敵と一緒にボーン、鶏と一緒にボーン、こいつはもうチキチキボーン、マグマ畑かっこよすぎるよ。皆さんどうも、カツラドイヒーです。そろそろ髪の毛伸ばせばいいのに。皆さんいつもたくさんのコメントありがとうございます。前回のドイクラはマグマ夫婦を作ったんだよね。さあ今日もマグマ建築頑張っていきましょう。またマグマ建築するのかよ。最近食料がなさすぎて困ってるからマグマ畑を作っていこう。なんだよマグマ畑って。うるせえ。普通の建築してもがっかりされるからマグマで作るしかないんだよ。まあ他の配信者さんと一緒のことやっても意味ないもんね。それじゃあここら辺一帯を整地して畑作っていこう。先生整地お願いします。やっぱり先生がやるのかよ。先生整地頑張れ、hey. 先生整地頑張れ、hey. やらないと髪の毛生えてこないぞ、hey. 頑張ってやらないとマグマダイブだぞ、hey. マグマダイブだぞ、hey. Hey. Hey. ってなんだこの歌はよ。みんなが頑張れって言ってるからもうやるしかないね。それじゃあ頑張って整地やっていきますか。僕はグータラやってるからと頼んだよ。グータラしてないで応援してほしいな。そしてどれぐらいの大きさの畑作るんだよ。広さは東京ドーム10個分。そんな広さは無理だよ。整地終わるまでに何年かかるんだよ。じゃあ東京ドーム13個分。なんで増えたんだよ。奴隷じゃないんだからさ。え、先生って奴隷じゃないの。奴隷だと思ってたのかよ。奴隷じゃないならただのハゲか。ただのハゲってのも嫌だな。2時間かけて整地終わったよ。2時間って言うとすごい頑張ってる感じがするからたった10分で終わったってことにしよう。10分じゃこんな広々と整地できないよ。というわけで今日の動画はこれで終わりにしましょうか。マグマ畑作れよ。整地したんだからさ。マグマ建築なのでガラスの壁を2つ作ってその間にマグマを流していきます。ガラスの壁の下にもマグマを流したいので3列マグマが流れる部分を作っていきます。これでマグマを流すところの縦部分完成。次に横部分。横はどれぐらいの長さにしようかな。横は畑部分を作りながら決めていこうかな。横もマグマを流す部分3列作りました。本当はマグマの海を作ってその真ん中に1マスの畑を作りたいんだけどね。そんなの畑って言わないよ。次に水を流す場所を作っていきましょう。水を流す場所の右にマス畑、左にマス畑って感じだね。そして水流す場所とマグマを流す場所をくっつけない。マグマに水はつけちゃダメだけどマグマに先生はつけていいよ。ダメに決まってるだろう。怖いこと言うな。畑水畑の部分ができたらまたマグマを流すところを作る。またマグマ。マグマの部分多すぎじゃない。畑って暗くなりがちだからマグマで明るくするんだよ。しっかりとした理由があるのかよ。本当の理由はマグマ大好きだからいっぱい流したいだけなんだけどやっぱりそんな理由かよ。畑水畑マグマ畑水畑マグマの繰り返しでどんどん作っていく。さあこれで畑の土台は完成しました。ここに畑を作りマグマを流していきましょう。それじゃあ畑を耕していこう。機械使ってバーッと耕せないのかな。機械出てきちゃったらマイクラの世界観壊れちゃうからね。だからってクワ使って耕すなんて石器時代だよ。どこまで古くはないでしょう。畑を耕して種をまいていく。これはニャンコ大戦争のマタタビの種かな。ただの種だよ。マイクラの世界に進化とかないからね。4列の畑ができました。
間に水を流していきたいけど、バケツにまだマグマが入ってるから、マグマ部分を作っていこう。ガラスの壁を2枚作っていこう。壁の高さはどれぐらいにしよう。100マスかな。そんな高くなくていいだろう。それじゃあ1マスかな。今度は低すぎ。ちょうどよくできないのかよ。それじゃあ高さは3マスにしてみようかな。この壁の間にマグマを流していく。バケツが空いたから水を流していく作業をしよう。無限水源を作っちゃえばいいから、バケツ3つ分の水を用意。畑の間に無限水源を作って、ここからガンガン水を流していく。こんな感じで無限カルピスもできたらいいのにな。そうしたらカルピスのお風呂入りたい。飲むんじゃないのかよ。お風呂だったらベタベタして気持ち悪いと思うよ。最後まで水を流して、これで畑一つ分が完成。まだまだ先があるから大変だよ。水だけ先に全部流しちゃおう。水を全部流し終え、畑作り再開。だけど種が全然足りないから、途中まで種集めもしなくちゃいけないから大変。村人がゾンビ肉1個と種1000個で交換してくれないかな。割に合わなすぎだろう。次に近場の洞窟を探索してマグマを探しに行こう。マグマ建築のプロにとってマグマは命より大切だからね。絶対に命の方が大切だわ。どんどんと降りていったけど行き止まりか。もっと遠くの洞窟を探すくらいだったら、ここをどんどん下に掘っていっちゃおう。これまた大変な作業だな。階段のようにどんどん下に掘っていく。マグマがある高さになったらブランチマイニング。そして昔ブランチマイニングしてた場所に繋がったぞ。ここでマグマを発見。これでマグマ建築しまくりだ。というか次のアップデートではマグマ建築プロのために無限マグマできるようにしてください。マグマ使いたい人そんないないからアップデートされないと思うよ。マグマの心配はなくなったから、どんどんガラスをつけていきましょう。本当はかまどでガラスを作りながらつけていきたいんだけども、炭集めたり木を切ったりするの大変だから、今回は余ってるガラスを使っていこう。無限ガラスとかもできたらいいのにね。なんでもかんでも無限にできたらそれもクリエイティブだよ。あと畑同士を移動できるようにもしておこう。これで収穫するときに便利だね。そもそもマグマがない方が便利だけどね。それじゃあどんどんガラスを置いていきましょう。めちゃくちゃ時間かかってガラスすべて置き終わりました。畑作るのってめちゃくちゃ大変だね。普通に作ったらすごく簡単だよ。ここからひたすらマグマをぶちまけていこう。海底神殿に大量のバケツを置きっぱなしだから取りに行こう。ネザー鉄道を通って海底神殿に着いたよ。ここで大量のバケツを発見。だけど牛乳が入ってるのがいっぱいだな。もうこれ全部飲み干しちゃうしかないね。こんなにたくさん牛乳飲んだらお腹下しちゃうよ。お腹ピーピーでプープーだよ。なんで牛乳飲んでないドイヒーがプープーするんだよ。バケツゲットしたから拠点へと戻りますかってびっくりしたな。びっくりして漏らしちゃって、あじゅぴじゅぱー。びっくりして漏らすなら絶対ホラーゲームできないね。大量のバケツを持ってマグマを取りに行こう。こうなりゃもうマグマ祭りだ。また祭りかよ。マグ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 マ、マグマをぶっかけまくる。マグ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 マ、ダイヤが出ても無視をする。ってなんだこの歌は。しかもなんでダイヤ無視すんだよ。マグマ建築プロにとってダイヤよりもマグマの方が大事だからだ。絶対にダイヤの方が大事だけどね。マグ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 マでどんどんマグマをつけていく。エラーが起きちゃったよ。再開したけどデータ大丈夫かな。なんともなさそうだ。っていうかマグマがすごい増えている。
エラーが起きる前よりもマグマがたくさんつけれてるぞ。これはエラー起きてよかったね。よくないだろう。やり直すのに時間かかったりしてるからね。マグマ作業もしながら収穫もしていく。そして取れた種でまた畑を作っていく。あれ、畑の中にヤバいやつが湧いちゃってるよ。合体しててめちゃくちゃ強そうじゃないか。しかもどんどん畑が荒らされてるよ。最悪だ。なんとか倒したけど相当な被害が出ちゃったよ。あちょぴちょぱー。バケモンに荒らされたりはしたけど、マグマつけまくって耕しまくって、そしてマグマ畑出来上がりました。畑というよりはもうマグマだね。これでパン作りまくれるから、もう僕はジャムおじさんだね。そんなにいいパンは作れないと思うけどね。というわけで今日はここまで。皆さん、マグマ畑すごいと思ったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャチャッ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 チャンネル登録よろしく。